いやあ皆さん、ザ・ロングダーク・ウィンターズ・エンブレース・プレイ動画へようこそやろう。やっていきましょう。続きやっていきたいと思います。まずは状況確認ですね。え、バックパックが重いんで、いらないものは全部しまいましょう。えっ、ー、と、食べ物はこれぐらいかな。で、次は衣類ですね。 えで、その後は、あー、フレアこんなにいらないからね、一つかな。うーんと、これだけ削っても、まだ29キロか。じゃあ、マッチも置いとこうかな。 いや、全然軽くなりませんね。何がそんなに重いんだろう。服か。猫そき除草剤。あとは、エスプレー塗料はこれ使うんで持っときましょう。いやマジで全然持てないよね。白樺茶も置いとこうかな。 保存処理をした皮もね、しまいましょう。あと、石もしまおうかな。まあ捨ててもいいんだけどね。防災セットも置いとこうかな。えー、こんなもんでいいかな。えー、じゃあ、また冒険に行きましょう。今日は、どうしよう、どこ探索しようかな。 今日っていうか前回、あ、ダメだもう。これ探索できませんね。今日はこの街の中全部探索しようかなと思ったんですが、えー、外があんな状態なので、本読んで終わりかな。読書ですね。えー、ワイルドネスキッチンをあと4時間読みましょう。 喉も乾いてきたんで飲んで嵐が止んでればいいですねさっきとはちょっと音が違うんで弱まったかなだめだな今日はえー、っと服の修理かな前回狼にかまれましたからね この63%のニット帽を直しましょうあ音やみましたねじゃあ行ってもいいかなじゃあ今日はこの町の探索ですね町というか村のじゃこれサムネにしましょう まずはこの車を見てみようかなあ中に本がありますねスキルブックだな絶妙に取れないなんか前にいましたね今、えー、消火器ハンドブックですね今何かが歩いてた音がしましたよねオオカミかなウサギかな ウサギかなこの車もまだ見てないよねウサギですね多分あマッチが出てきましたねいやマッチの量が今い今オオカミ泣いてましたよね れのこのと狙ってんのかなウサギかないらんわウサギがめちゃくちゃ走ってますねえー、ビーフジャーキー じゃあ、この辺りの探索を続けましょう。まだ、現在時刻多分1時ぐらいかな。えーっと、うさぎですね。この家もまだ見てないよね。全然回ってないもんね。 何があるかな、うん、これは後で布にしましょうリボルバーとか出てきたらいいなないかな布バールバール100%ですねいや今持ってんのも多分90何のバールですからね布ですね えー、で、また布ですね。布がたくさん落ちてますね。えー、っと、さっきと違う場所から出てきたな。じゃあ次はこっちかな。一つ一つね、回っていきましょう。で、ケチャップチップスと、えー、メープルシロップですね。を見つけていきたいと思います。 あるとしたらこういうキッチンとかね、台所ですよね。あとキャピネットの中とか、高エナジードリンク。何もない。何もない。イワシの缶詰、状態35%。もう食べちゃいましょう、もう。 な,んもない、ね、あコーヒーはもらいましょうえー、でこの部屋はもうあまだ冷蔵庫見てないや何もないか水はいいやこの前作ったからねであと回るのは2階かな あ大したもんはないと思うんだけどね。一応ね、見ましょう。スプレー塗料ですね。ないですね。じゃ次の家へ回りましょう。もう若干迷路みたいになってるよね、この家。で、この家は入れないみたいですね。 大体ここ斧あるよね。弓の子か。そういえば、そういえば俺まだ弓の子持ってなかったな。1グラ、まあ、もらっとこうかな。で、何もないと。で、車の中も見ましょう。 この辺り結構狼うろついてるんで怖いんですけど、今見当たらないんでね、いないうちに全部見ときます。この時間帯いないだけでね、もうちょっとしたら出てくる可能性ありますからね。ライフルの弾は残り7発か。 なぜこんなところに次の薪があるんでしょうねうちに燃料を持ち帰ろうとしてたんかなこの車の持ち主はえー、水鎮痛剤トレーナーもトレーナーもいいや 青狼が、向こうの方ですね。で、何もないと。ええー、と。体は今めちゃくちゃあったかいね。 でこの車はまだ見てないよね。リボルバーの薬莢ですねで。中身がないと。リボルバーのね、弾薬現在65個あるんだよね。早くリボルバーが欲しいよ。 ここは郵便局なんですけど、郵便局はね、いろいろありそうに見えて、大してなんもないんだよね。新聞とか、か燃えそうなものばっかりなんだよ。銀行はね、い,いろんなものあるんだけどね。あ、スキルブックがありましたね。狩猟ガイド、あれは、 あとで読みましょう。早朝かなあと寒い時とか。嵐で前が見えない時とかね。あーなんか帰りたくなってきたな。怪しいね。なんかもっと天候悪くなりそうだな。ただ回れるうちに回っちゃいたいな。 包帯かもらっときましょうで何もないとあだいぶあの一瞬であれこれ家,家入ったり出たりするだけでも変わるんかなさっきと全然違うよね ちょっと怖いな。恩賀見そうだな。あもうこっからでもスプレー塗料と布が見える。えーで、次は前ですね。で、何もないと。えー。 あの家俺見たよね見,見たっけなこの家ではないかあ違うねまだ見てないや消毒薬はいいかなで何もないあこの冷蔵庫開かないな開かないっていうかもう開いてるんか で中身カラだとえマッチ何もないえないですねこれ早く見つけないとねあのー、状態が悪くなりすぎると消えちゃったりするかなあのケチャップチップスとかメープルシロップとか ゼロパーセントになっちゃって25個見つけないといけませんからねえー、ジュースですね眠くなってきたみたいだねえー、マッチマッチの量がマジで半端ないぞ えー、ジュース。で、パーカー。えー、で、水ですね。水はいいや。で、抗生物質。包帯。んなんもないか。えーと、もうここ回ったよね。全部。レンザーリスク。あー、疲れてきてー。 最大重量が下がったんですねえー、と次はどこを回ろうかなここかえ捻、ー、挫リスク回復回復感知しましたなんか入ってそうですね ピーナッツバター、へこんだピナクルピーチか欲しいのがないね。これ後で皮にしよう。イワシの缶詰。マジで食べ物の量がすごいぞ。もっとあってもいいと思うんだけどなケチャップチップス。 いや食べ物がすごいな本当に絶対食べきれないよねえーとないかな包帯と抗生物質をウール製靴下ですね 登山用の靴下がね、出てくればそっち履くんですけど、それがないんだったら、このウールの方がね、あったかいんですよね。スポーツ用靴下よりも。ないですね。で、次の家へ行きましょう。腹減ってきたんで、適当に食べようかな。状態20%あたりだと当たっちゃうかもしんないんだけど、消費したいんで、 どんどん食べていっちゃいましょう当た、まあ、ったら寝るだけですからね大丈夫でしたねでこの家はもう回ったよね回りましたねあまだこれ見てなかったな新聞だけですね ええと。足音はしませんね。この辺りにはいないみたいだね。今はね。何もない。後ろかな ないねえビーフジャーキーと水かあとはこっちだな。 ないなよねフレアまあ一応も,もらっとこうかあないなまたマッチだないやマッチの量マジですごいなこれ365日滞在できそうなぐらいマッチがありますねこれすごくねこのデザイン この表現力すごいよねこれ最近のリアル思考とかとは真逆言ってますよこれ雪のこの表現とこの車の中の表現あまりにも違うよこの車はまだ見てないよね ボンネットの中はいいや。どうせないから。すげえな、本当に。で、このカナダの国旗のある家は、確か銀行のあるじの家なんだよね、確か。あの、ストーリーモードだと。だからいいものがあるかもしれません。 パン,コパンツなんかがね、あのー、あったりするんですよねそこそこいいものが出てくる確率が高いのかもねマッチですねホットケーキまあ今だとパンケーキなのかなパン,パンケーキの絵ですねサびたドッグフード感食べて大丈夫かな 今日ここで寝るのもありかな。ストーブがあるからね。やっぱあった。あ、そうだ。作業用パンツ。これ強いんだよね。ちょっと重いんだけどね。これもらいましょう。これジーパンより強いから。重いんだけどね。カーゴパンツが0.76で、作業用パンツが1.50ですからね。倍ですよ、倍。 で鹿側のズボンは確か2.0でさらに重いんですよ。重いけど強いんだよね。えーっとね。防御力が高い方を表にしとくといいんでで、内側はただ単にあったかいやつね。こうかな。マジで戦闘力高そうだよね、この見た目。 服はもういいかな布はねたくさんありますからねただ一応ね見ときますもしかしたらいいのが出るかもしれませんからないあとはベッドの下とかかなベッドの下はね何気にいいものがあったりしますからねなぜかベッドの下にライフルとか隠してますから この世界の人たちはないねええー、じゃあ次の家に行こうかなこの辺りのミルトンの街はもう8割ぐらい回ったかなこの家はまだ見てないね えーっともうこれはいいかなおっあーシンプルな道具箱はえな、ー、謎の湖の拠点に置いてきたんでいいかな全然出てきませんね 意外にないなぁ。ちょっと珍しいアイテムに設定されてるんかな。こういう台所とかじゃなくて、なんやかんや洞窟の中とかにたくさん出てくるように設定されてるんかもね。まあ、実績を解除するためにプレイすると、なんというか、せっ、せかせかしたような、まあ、せっかちなプレイになりがちなんで、もう楽しむ だけのプレイにしていこうかなただただサバイバルみたいな感じにね。まあ、よるとしたら本当にあと沿岸のハイウェイとかかな。あそこはいっぱいアイテムありますからね。ないでしょう。じゃあ次の拠点に行きましょう。 だんだん暗くなってきましたね。オーロラが出ちゃうと、オオカミがかなり凶暴になるんで。えー、っと、こっち側はもう、回れる家はないんで。あと、向こうの家はね、入れないよね。入れないな、あれは。 あと回ってないのは、前回寄った大農場へ通じる道の途中にあるひ、え、道の左側にある家ぐらいかな。あとはその途中にある車の中ぐらいかな。えー、で、もう全部回ったことになると思う。 この車とかもまだ見てないよね。こっち、そういえばね、狼いるんだよな。前回2匹ぐらい葬ったと思うんだけど、まだいるみたいですね。泣いてましたからね。この家は入れないと。あ,あ、もう見たんだね、俺。 あの家入れないね。じゃあこ、ここが最後かで。そしたらもう寝ちゃおうかな。あー、暗くなってきたな。ちょっともったいないけど、ランタンの燃料の予備がたくさんあるんで、どんどんこれ使っていこうかな。もう食べ物いいや。 どうせ持ち帰れないからね、こんなにたくさんは。最近ね、この何ザロングダークのアップデートが追加されてから、このランタンのその揺れるこのモーション、これちょっとね、スロー、スローになったと思うんだよね。FPS 下がったみたいな感じになってるんですよね。昔はもっと滑らかだったんですよ。あ、懐中電灯来たな。 懐中電灯は、えー、外、オーロラが出てる時に使えるアイテムなんですよ。本当だったら電池がないと動かないですけど、な,なぜかね、このゲームは、オーロラが出てると、電池を必要とするような機器、あ電気、まあ、電力を必要とする機材の、機材が、電気を使わなくても勝手に動くんです,動くんですよ。 ああったケチャップチップスでオーロラがオーロラが出ている時に、まあ、めっちゃ危険なんだけどそれでも冒険しなきゃいけないっていう時のアイテムですね懐中電灯ただ重いんでね重いし冒険したくないんでほとんど使うことはないかな 結構いいのあるよね。この家で。昔はね、なんかこの辺りに、その、スロットみたいのがあって、あこれフィッシャーマンズセーターの次に強いアイテムだったと思う。まあもういらないけどね。でこの辺りに、その倉庫があって中に、 確かね、信仰拳銃があったんだっけな。まあ、今はないけどね。これでもう全部回ったかなうわ、なんか怖くねホラーゲームみたい。こうやってランタン持って暗いところ歩いてるとね。これランタン消した方がね、逆に見やすい。逆に。 一応怖いからライフル持っときましょうで、おばあちゃんちで、えー、さっき拾った靴、これ全部解体してから、えーっと、適当に食べて飲んで寝ましょう。でもうこの町の探索は終わりですね。あの、学校の焼けた、その後、一応見に行くか、なんかあるかもしんないからね。明日ね、明日の朝。 そしたら、ね、橋渡って教会の方に行こうかな。ちょっと遠征しましょう。遠征するんで水をね、多めに持っていきます。で、いらない荷物を全部ね、えー、おばちゃん家に置いていきます。こんな感じかな。一応、もう寝る準備しよう。まあ、2階にベッドがあるんだけど、行くのめんどくさいから。 床で寝ましょう。で、食べるのは、これもう食べない方がいいよな。集めたけど。17%は多分まずいわ。で、水飲んで、えっ、ー、とね、ちょっとまだ寝るには早いと思うから、まあ、靴の解体もいいけど、まずは手袋ですね。 その後、靴かな。もうだいぶ疲れ溜まってるみたいですね。えー、今どんな感じで、飲み物飲んで寝ましょう。ジュースかな。ジュースあと一つ飲もうかな。いや。 これ食べちゃいましょう。で、寝ましょう、お休み。今40キロですね。10時間かな。明日の天候だよね。吹雪だったら冒険するのはやめます。さて、荷物整理ですね。 えー、まずね食べ物ですね遠征中に食中毒になるのは嫌なんで、えー、状態の悪いものはね置いていきますのど潤う系をね持っていきましょうジュースですねえー、で水もこれぐらい持っとこうかな こんなにたくさんいらないと思うんだけどね。まあ、一応持っとこう。燃料もこんなにたくさんいらないし、フレアもこんなにいらないから。えー、で、銃のクリーニングキットもいらないんで、しまいましょう。あとは、 缶は1つ持っとけばいいかな。弓の子はいらないね。えー、こんなもんかな。でもまだ、まだ重い。布は2つぐらいあればいいかな。包帯に、包帯作れますからね。えー。 あと衣類かな衣類しまいましょううーんとあと何が重いんだろうね水浄化用タブレットは一つだけ持っとこうかな まだ3 2キロですね構成物質しまいましょうでマッチがまたいっぱいあるすぐたまりますねえっ、ー、とこれでも3 1キロか重い 何をどうやっても軽くできない。なんでこんな重いんだろうね。服かなやっぱ服とライフルかなあとツール類ですね。懐中電灯あってもいいと思うんだけどな。一応念のために持っていきたいよね。で信号拳銃ないんだから。 いや一応持っとくかうん糸はいらないか、まあ、こんなもんでいいかな行くかえー、水飲みましょうさあ冒険行こう もう天候は良好ですね。えー、で、狼はいないかないないでいてくれよ。 じゃあ今からね、えー、この橋を渡って教会を目指しますで教会を見たあとはさらにその先にある橋を渡って、えー、洞窟から、えー、その後登山ですね洞窟入った後にに一周して、えー、おばちゃんの家へ帰っていきましょうで今回そこまでやろうかな道中でねクマがいたらね し留めたいね。で、川は、えー、謎の湖へ持って帰り、持って帰りたいんで、吐きます。で、乾燥するのは、謎の湖の、あの、キャンプオフィスですね。まず、オオカミ1匹いますね。ここ1匹どころじゃないんだよな、いるときは。ちょっと、寄ってきそうだな。 あ、なんだあれは。あ、斧かな。そういえばこの車結構斧あるよね。斧率高いよね。ない。撃つよ、もう。弾がありますからね。あ、あれ早れくね、今の。 ちょっと、打ちづらかったな。やばい、出血した。出血するとね、体力がガンガン減りますから。もう、狙えばよかったな。えー、まず、包帯ですね。出血。その後は、消毒ですね。感染リスク。えー、で、鎮痛剤ですね。あ、捻挫。まず、痛みで鎮痛剤。 で、包帯ですね。あ、これであの狼はいずれね、出血死し,しますから。今日は寒いみたいだね。あ、そうだ、こ,これだ、これ。あれこれと今のフィッシャーバンズセーター、どっちがいいんだろう 見てみるかえこれ強くねあ重い重いね倍だよ倍これ着とくかえー、っと食べ物は道中で拾いながら 遠征は続けていきます弾使ってないんだよなそうお斧でねやっちゃったからあいつはまだ多分生きてるから出血しながらその辺歩いてて今泣いたオオカミはまた別のオオカミだと思うんですよね 何何何その、車の中で撃とうとしないでよ。教会の周りはマジでいっぱい狼いますから。例えばこの墓地の周り、俺あんま見ないんだけど、相手もあんのかな一応寄ってみっか。なくない あ、死んでんな、オオカミオオカミ死にましたね。ああ、中にナイフが見える。今持ってるナイフよりも状態が良かったら、交換したいんだけどな。あ、いいね。 いやこれ捨てようあ車の中じゃ捨てられないみたい,いや教会の中に置いとこうかなで、フレアですね鹿がいるな とりあえず、まず狼だな。今、低体温症のリスク12%パー。今、気温いくつだろう、うんマイナス29ですね。火はつけないでいいでしょう。う30分だしね。えー、で、ついでに鹿も解体したいな。 解体する前にこの木の枝切っちゃおうかな弓に弓の矢になる,なるんですよこれ全部謎の湖に持ち帰りましょう あれはあ,あったあったあった多分ん凍傷にはなんないと思うんだよね低体温症とかにはでこれでだいぶ寒くなっちゃったからちょっとだけねえー、教会の中で温まろうかな あとアイテム整理なんかもやりましょう、えー。聖クリストファー教会へやってきました。まあ、今回これがサムネでもいいかもしれない。神聖な感じ。いいね。うーんと。 水、うん、もらっとこうかな。沸かす必要なくなるからね。えー、で、食い物、これ食べれるかな。あ、68%。割と状態いいね。えーと、じゃあ、この辺りでね、まず状況確認だな。いらないもの、どんどん置いときましょう。えー、まず、この狩猟ナイフ、1本、いりませんね。 あとは、狼に噛まれたんで。あ、このスキー用手袋は直さないと。危なかったね。あ、失敗したな。くたびれたスキー用手袋。布がないと。 あとはいいかな。で、低体温症のリスクは16%ですね。で、ちょっと飯でも食いましょう。で、ジュースも飲んで。あとは菓子かな。 えーっと。で、その後、イワシの缶詰かな。こんなもんかな。じゃ、このまま冒険を続けていきましょう。ライフル銃。ライフル銃、こんなところにもあんのか。あれ、弾入ってないよね、なんか。 ないよね、まあ、確かめないまま行っちゃいましょうだいぶね温まれたんで、えー、冒険続けていきますちょっと暖かくなったんじゃない、うん、9度九度暖かくなりましたねほんな一気に変わります と FPS 下がったね、今。読み込みかなで、ここ、道まっすぐ行くと大体狼いるんで、ちょっと避けて通ります。で、この丘の上に小屋があるんですよ。天候悪くなるようであれば、その小屋の中で一泊するのもありですね。 低体温症のリスクが感知しましたああったかいね今日はこの辺りに声あったはずなんだけどな違うかなもうちょっと先かな 何もねえなえ根、ーね、こそぎ除草剤は何かに使うと思うんですよ多分弾薬とか作るのにいえー、いずれ使うと思うんでもらっときますちょっと今回長くなっちゃうんで一旦ここで切ろうかな カーゴパンツこっちの方がいいんだよな軽いから、まあ、一応もらっとこう、えー、ということでですね登山は2回に分けたいと思います、えー、と続きはね明日かな明日というか、まあ、2日後あたりになっちゃうかもしれません えー、次の登山は、えー、この小屋からスタートして、えー、この道をね、まっすぐ行って、その先にある橋渡って洞窟入ってから、えー、飛行機の墜落現場見てで、そっからまたおばちゃん家に帰ってこようと思います。そんな感じかな。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さよならバイバイ。